さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。お久しぶりです。ということでですね、今回いきなりなんですけども、久々にツインモーションの解説をしていきたいと思います。で、まあ今日は何をしていくかと言いますとですね、もうこの画面にまあ映っている通りなんですけども、ツインモーション、アップデート来ました。まあ何が来たかというと、まあ 2022.2 ですね。まあプレビューはちょっと前にも出てたんですけども、正式に 2020.2 が出たということで、今回はまあこちらの方をね、皆さんとまあ見ながら、実際にやっていきながら、これやばいよねみたいな感じを皆さんと共有できたらなと思います。ということで、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まあ早速まあアップデートをしていきたいんですけども、アップデートの仕方は皆さんわかりますよね。このエピックゲームズランチャーを開いた後にですね、ツインモーションのところを押したらアップデートって出てきますので、それをクリックしてください。ほんじゃあこんな感じで今出てきますので、あとはそれを待つだけですね。はい、ここからダウンロードできるまで少しお待ちください。はい、ということでね、ご覧の通りダウンロードできましたので、起動していきたいと思います。あ、来た。おーというこんな感じですね。で、まあ来たはいいものの、基本的なこう内容ってまあ多分変わんないじゃないですか。多分オブジェクト増えたとか、あ、これちょっと見たんですけど、スケッチファブっていうのがまあ増えたりとか、まあそういうことがあると思うんで、一旦ちょっとツインモーション公式の方で、説明してくれてるホームページに見ていきたいと思います。はい、ということでこちらなんです。これもすんごい面白い。これほんと面白い。物理ベースの資産配置、早期アクセス。車の資産を平らでない地面に配置しようとしたことありますかと。子供部屋におもちゃの山をランダムに積み上げてますかと。
竹の横にあるたくさんの岩が自然の落ちたように見せてますかと。だから適当にランダムに置いてランダムに置いてっていうのを自分の手作業でやってたものをもうここの映像で流れてるんですけども、こんな感じで一回上に持ち上げてこの部分ですねをクリックすると勝手に重力でそのまま落ちたようにしてくれると。これほんとすごいですね。これあることによって全然リアルさ違いますし、よくインテリアはね生活感が全くない、まあそれがいいところでもあるんですけども、まあ、多少こういった表現をしたりとか、あとそこら辺の岩とかねそういうのを配置するときって結局はランダムでいいので、基本的なところはそういうところで使えるなと思って、これはめちゃくちゃいいですね。翻訳おかしになってるから仕事は終わりましたね。日本語で聞いたらちょっとバカらしいんですけども、これツインモーションクラウドの機能強化ということで、まあこちらはどうなってるのかな。あ、ラム使用量の制限は4倍に、 VRAM 使用量の制限を 1.5 倍に増やしました。なるほど。だから、クラウドに上げる機能も多分前々回ぐらいからあると思うんですけども、まあ、こちらももっとだからクオリティが上がったよっていう話ですね。まあ、結構膨大な重たい内容でも、クラウド上で iPad からでも携帯からでも見ることができるようになりましたよっていうお話だと思います。テレポートあたりを見ます。はいはいはい、はい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 、こういうことができるようになったよと。むっちゃ強いやん、やばいやん。はいはいはい、これ仕事でめっちゃ使えますね。あと学生の時のプレゼンの時も使えますね。パソコンがあったらパソコン上で、しかもこれクラウドなんでツインモーションのソフトいらないんで、だからもうクラウド上に投げてそれを持って、プレゼン行きます。で先生たちに見せながら、ここはこうなって、ここはこうなって、こういうところにこだわってこういうコンセプトでこういう風になってるんですよっていうのをもう実際に模型でこうやって覗き込むなんて、あんなん先生一人しかできないですか。これを先生たちだけでなく学生みんなに、見てる人みんなに対してこれを共有することができる。なんならこれも全員に共有しちゃったらいいんですよ。これ俺が作ったやつっつって、で本じゃね先生が家帰ってからも改めて見ることもできるしね。これほんとすごいと思います。これ仕事でもめちゃくちゃ使えますね。あ、しかも QR コードでもできるようになったと。最高最高。これ今年の卒生とか使ってください皆さん。これ生産性の向上、あ、もうよりだから見やすいようになりましたよとか、そういう話ですね。ここはいいでしょう。許可されたインポートでエクスポート、あ、だからインポートできるファイルの形式が増えましたよ。はいはい、 JPEG とかも出力できるよと。あとはもうここに書いてあるのはアーキケードとかライノセラスとかでまあいろいろライトを設置してそのままツインモーションに持っていったら、まあ、ライトに変換はされないんですけども、今回のアップデートで、そのライト情報を汲み取ってライトを自動で配置してくれるようになったと。だからやっぱほらテクスチャーメモリ 75% の節約ですよ。これ結構やばいんじゃないですか。だから本当に死ぬほどスペックの高いパソコンじゃなくてもある程度はやっぱ軽い状態でもハイクオリティのものをお届けできますよっていうお話ですね。こういうのも多分そうですね。でこういう時に今回のまたアップデートなんですけども、これね数字を変えることでスピードを、移動するスピードを変えることもできたんですけども、まあそういうのもできるようになったということで、今ちょっとだけそれを先に説明しますね。今ツインモーションに移動してきたんですけども、普通に今モデルでこうやって見回せますと。で動くのも W を押したら前進みますよね。これが今まで 1,2,3,4 で歩くスピード、自転車、車、飛行機みたいな感じのスピードのレベル感だったんですけども、今回はですねここを見たらかな、はい、1がインステップスピード、昆虫とかそういうレベルのスピードだよ。ハンドルスピード、手で動かすスピード、歩くスピード、自転車、車、飛行機。だから上の4つは今までと一緒。だから3が今までの1ですね。だけど、2とか、1とかのレベルまでいけるようになったから、どんだけ細かいところでも行き過ぎたみたいなのが今まであったのが、それがなくなるっていうことですね。これももう僕たちっていうか、まあ CG をやるものとしてはすごいやりやすいと思います。で、まあ今まで話してきたこういうアップデート情報の方なんですけども、それを、あ、あった !HDRI Environment。スカイズとか。はい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 。だからこれが今までスカイドームとして出てきてたんですけども、
そうではなく HDR エンバイロメンツっていう風に変わったというイメージですかね。であとはスケッチハブ。このスケッチハブって皆さん知らないですよね、多分。知ってるけど使ったことないみたいな人が多いと思うんですけど、僕も今まであんまなかったんですけども、今回からは使えるようになると。で、ここにあるので何かちょっと入れたいんですけども、お先にじゃあ前にやったことがあるやつ先入れておきますね。これはちょっとスカイドーム状みたいな感じになっていて、こんな感じですね。こういうのが無料で使えますよ、みたいな。普段ね、こういうのはあまり使わないんですけども、まあでもこれね、まあ何が多分、まあ何を考えてるか、スインモーションとか、アニュアルエンジンが何を考えてるかって、まあ要するに本当にもう今最近流行りのメタバースについてのことだと思うんですよ。できるだけ多くの人がメタバースに参画しやすいようにして、その参画する際のこのアニュアルエンジンやらスインモーションやらをいろいろ使ってほしいなみたいなところが一番メインだと思うんですけども、あとね、これ今建築やってますけど、ここ、ちょっとこれ結構大きいあれやと思うんですけど、スインモーションの弱いところって僕的には一番は木とか人とかそういうアセット部分だと思ってたんですね、今までは。で、そこに対してメガスキャンズやりこのスケッチファブっていうのが出てきたんですけども、特に僕は木があんまりやっぱ良くないと、あんまり正直細かくないんですよね、表現が。そこがあんまり好きじゃないなーって思ってたんですけども、これね、もう本当にね、感動するレベル。見てください、これ松の木なんですけども、わかります？これ。この細かさ。やばくないですか？ほら。これやばくない？こういうの見るときに位置にして、こうやって見る。これやばくないですか？ほら、これこう見たら確かにちょっと平らやな、みたいになるけど。これマジで細かい。まあ、これ、その細かさがわかるのが、こうやって下がったときの、この透け具合。今までのと比べてみますよ。今までの木と比べると、これとかね、正直ほんとひどいんですよ。なんかね、まとまってで、ね、板っぽいっていうか、なんか、あんまそれっぽくないじゃないですか。これはまた、これはまあバンブー、竹やからええとして、こういうのと、ほら、似たような木やと思うんですよ。やけどこのさ、ほら、同じでしょ、これ多分。同じ松の木みたいな感じだと思うんですけど、全然クオリティが違う。やばい、むっちゃいい、これ。これむっちゃ良くないですか？僕結構これ感動してますね、ほんとに。まあ、こういうのが、まあ、アップデートで、スケッチファブっていうのがあるから、使えるようになりましたよ、みたいな話なんですよ。で、まあ、とりあえずでも、建築を見たいよね。じゃあ、この状態で、まあ、先にちょっと待ってる間、僕暇なんで、HDRI Environment やってみましょうか。インドア、アウトドア、スタジオ、スカイズ。アウトドアで行きましょう。で、さっきこのアプローチングストーンやってみましょう。まあ、やり方は何も一緒なんですけど、普通にドラッグ&ドロップで行けましたね。おー、ほう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 。なるほど。だこれを入れたら、まあ、スカイドームと一緒やから、光、ライティングの設定が勝手にされてるし、っていう話よね。うんうん、なるほどね。確かに、まあ、綺麗かも。あー、こう見たらすごい。こう見たらすんごい綺麗じゃないんですかね。じゃないんですかね。すごい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 。これ、あー近くのも消せるんや、1m。だからほんまは今壁に埋もれてるけど、このニアクリッピングをシュッて 1m とかに、まあその適切な距離にすると、その分消してくれるから無駄なものを入れないと。でこれとかそうですね、今回はこれ入ってていいから、こうやって一番下にしていいけど、あ、これも実はやってんねや。まああんまりこんな感じでね、結構実はこういう感じでアップデートしてるよみたいなのもまあちょこちょこありますよね。なるほどね。まあでもこういうのをしたら、ちょ空は綺麗やし、この松の木もすごい細かいから、このアップデートを感じれるんかなと思いますね。きたー。じゃあ早速この白入れていきます。でね、これの詳細とか見たいときは、お、来た。はいはい。めっちゃ木汚くない？めっちゃ木汚いわ、これ。あんま細かないな、これ。これあれやな。
スケッチファブ言うて、これモデリングしてないな。ねえ、3D スキャンしたやつや、これ。絶対そうや。ドローンとかで 3D スキャンやったやろ、これ。絶対そうやん、これ。ほら。で、これ詳細とか見たいときに、これクリックしますよね。で、これ右行って、オープンイスケッチファブっていうのを押すと、こんな感じで勝手にデフォルトのブラウザーが開いて、スケッチファブのページに行きます。絶対そうやん、これ。はい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 。だからダウンロードする前にさっきこういうところで見て、あ、なるほどねって、このレベルね、みたいな。把握した上でダウンロードするのをお勧めしますね。日本人。3D データはほら、写真測量法を使用して作成されました。これドローンを使用して、本日の 3D アクションスキャンする、アバッタの最初の試みです。はいはい。なるほどね。っていうのが、まあわかるから、最初にこういうのを見て、僕みたいに無駄に思ったやつをダウンロードしないようにしましょう。とりあえずある程度ちゃんとしたクオリティのやつが欲しい。とさ、モアでライティングから、あー、やっぱりスカイドームがエンバイロメント。あ、でもここスカイドームに出てるわ。スカイドームと同じや、これ。あー、ただのスカイドームじゃなくなったからや。ダイナミックスカイがノーマルのやつで、スカイライト HDRI が今言ってるやつ、全球体のやつ。で、バックドロップ HDRI が多分前までのやつやな。お、来た。なるほど。ほうほうほう。うわ、全然クオリティ高くないね。どういうことこれ。こんなクオリティ低いものがさ、どういうことえ、どういうこと。あ、ここの信用か。で、これ何？しょうもない草いっぱいあって。いやー、これひどいねー。ちょっと全然いいの見せれてないやん。ちょっといいの探しますね。ただのこれパースじゃないですか。どういうことこれはマジで HDRI のこの選ぶセンスですね。僕が悪いんでしょうね。ちょっとじゃあ人見ていこうかな。基本的には一緒で、あー、ポーズヒューマンズ。これが増えたんか。あー、なるほど。増えてますね。はいはいはい。ショッピングとかもよく広告で出てた。そや。楽器が増えたんや。ダウンロードしすぎ？え、これもさ、お、全然落ちへん。また落ちるものと落ちないものがあるんでしょうね。はいはい。で、1番は、したやつなんで、きたー、ついに5。なかなかにやばいぞこれ。まあ正直ね、こんなんね使うときないですよね。だから、じゃあこれを、いつもはイメージで画像やってると思うんですけども、これをパノラマにしたい。パノラマにする前にこれ、このパノラマにしたい。こんな感じで組んでいく。で、あとはこの木の素晴らしさも伝えたいから、このライティングがねあんま良くないから最初のやつに変える。うん、これ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 って感じにしてみる。で、パノラマセットをこんな感じで入れると。すると、そこでまあなんとかなるんちゃうかなって思うんで、ちょっとこれは後で出力します。で、あとはちょっともう一個検証したいのが、あのランダムに落ちるやつ、あれ石とかもできるのかな。石できんかったら役立つよね。こうやっていっぱい置いてみます。今のロックを全部選択して上に上げます。はい、これを落とす。うおどういうことなんだムービーズコレクション、えぇ、ー
え、しかも途中で止めれるし、やばくない？え、すっげえ自然に落ちてるやん。こいつも落とせるってこと？こいつに邪魔されて浮いてる。え、シフト X でやめてここにして、上に上げてシフト X、 すごっ。でもお前バランス的にそれ持たんやろ普通。これしてたらあれか、ちゃんとここ壁やからぶつかっていかれへんし、しかも重力が発生してる状態で考えてくれるから、上にも持ち上がれ、持ち上がると思う。けど今までやったらこうやって貫通できたものができへんねん。ほらこれだ、吸着するみたいなイメージですよね。これは木は、え、木も無理やん。もう無理すぎて上行っちゃった。これはめっちゃいい。だから今までやったらね、もう要するにこれ今解除しますよ。さっきみたいにね、こうやって貫通できた。これができへんくなったんでしょ。ほら、もう今わけわからん状態になっちゃって、こいつも。ほら。あー、バグった。こいつ持ち上げて、ちょっと向こうやって、シフト X で落としてあげてろ。ぴょーん。寝るな。なるほどね。まあだからどこが硬いとかそういうあれはおかしいのはおかしいんやけど、要するに使い方としては、今までさっきも言ったけど、あの建物の中に入ってきてたと、入ってきてたけど、そこを手でこうやって調整してたけど、これがあるからわざわざそういう調整もいらずに最大限近づけたんやったら、クリックしてこれを選択しておけば、こういう風に、ね、どこ飛んでった？どこ飛んでたら、まあ、この状態でこうして下に、あかんあかんあかん、なんか、やめてやめてやって、こうして、はい、こうしたらいいんだな、はいはい、無理させなければ大丈夫、こうしたらギリギリまで近づけるよ。お前がおるか、うん、はいはいはい、ほらね、ぶつからないようにちゃんと止まってくれる、そういう風になってる。これ便利ですね。これちょうど今ね、僕が CG の仕事で受けてるパースのやつなんですけど、インテリアの中にちょうど木が入ってて、その修正をちょうどもらってたんですよね。だからこれ聞いて今めっちゃ使えるやんと思って、これめちゃめちゃいいですね。はい、そういう感じで、まあこの、ちゃんと物理演算というか、重力をしっかり設定できるところであったりとかも全部確認できたので、これを一旦 iPad に、 iPad でツインモーションの入ってない iPod とか iPad とかでも見れるのかっていうのをしっかりと見ていくために、さっき作ったパノラマを出力していきたいと思います。このクラウドアーリーアクセスですね、パノラマセットで、これ位置をクリックしてエクスポートします。それでは完成まで、よいしょ。ということでできたみたいですね。クリックしていってみますと、はい、こういうのが出てきまして、これが今僕がやったやつですね。これは前回の動画の時のやつですね。ニュープロジェクト、はい、ということでこちらできるようになったので、QR コードにして実際に iPad で読み取っていきたいと思います。これみんな今画面に映ってるからいけんじゃん。はい、ここからなんですけども、こんな感じで今開くことができました。テレポート、指1本でテレポート、スワイプしたらそのまま2本の指でピンチ。これさ、全画面ってどうやってやんの？おーおーおー、なるほどね。見てるこれ、こうやって iPad に沿ってこうやって見れるし、さっきパノラマ設定したところに行けるし、
なるほどね、こんな感じでいけると。おいでおいで、おい、見えるやん、めっちゃええやん、こんな感じでも見れちゃいますという感じですね。ちょっと今の分かりづらかったかもしれないんで、 PC の方で表示させていきます。はい、こちらも開けれたんでやっていきましょう。はいはいはい、これもやっぱいいですよね。お客さんとかに見せるときにこうやって持っていっとけば、それぞれ見せたい価格でこうやって見せれると。うん、やっぱり。でこれが、ツイモーじゃないですか。うん、全然見た目も変わんないですしね。まあこんな感じで多分新しい系は全部紹介できたかな。僕が一番やっぱ気になってたっていうのは、まあ、64K もまあ面白いんですけど、スケッチファブの統合っていうのが一つと、あとこの物理ベースの資産配置って言ってるやつね、この落ちたらランダムになるやつっていうのがもう一番気になってたんで、今回それを試せただけでも結構の収穫になったのではないかなと思います。でまあ何よりね、このツインモーションクラウド、まあこのクラウドがやっぱりもうツインモーション持ってない人に対してのこのアプローチっていうのがもう本当最適だなと思ったんで、改めてこれはすごいいいサービスだなというふうに実感しました。でこういうのはやっぱりね、ツインモーションのほかルミオンとかエンスケープとか、まあそういったものにはないので、やっぱりツインモーションが一番だと僕の中では思っております。ということで、これからも僕はずっとツインモーションを使い続けたいなと思っております。ということで、今回お久しぶりにねこういうソフト系の動画撮ったんですけども、いかがだったでしょうか。最近やっぱりね、アーキオノとかツインモーションとかパース系の動画全然上げれていないので、まあそちらに関しては本当申し訳ないんですけども、これからはやっぱちょこちょことね、やっぱり動画を上げていきたいと思っておりますので、そちらの方を、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、またなんか良かったよとか、やっぱこういうところがいいよとかね、コメントとかいただけると、これからの活動の励みになります。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。